はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日も実技教頑師を張受けってたいくとだ思いさい。ます。ああ、プチゾワ先生ですかね。私が教官のブチザワ永吉だ。よろしくな。32歳の血液型が A 型みたいですね。砂利道通って、砂利道通るのは初めてですね。まあ見通しのいい道路通って、まあここの道路難しいのですね。30、あ、でももう終わりですね。早いですね。よし、教習を始めるぞ。シートベルトは忘れんなよ。よし、車を出せ。合図を出し忘れたぞ。ああ、次の角を先ってこ左と折しろ。アクセルペダルはゆっくり踏めよ。で、ああ、ウィンカー出さなくていいの。内輪差に注意しろ。安全確認をしろ。まだ来るんですよね。いいでしょ。左確認、あ、右確認してないけど。もうちょっと左に寄せろ。あいつ出し忘れたか。どこまで小回りしていいかわかんないんですね。小回りしすぎると今度左の信号機だか柱にぶつかってですね。バカ野郎って言われちゃうんですけど。これどこ行くんだっけ？まっすぐか。もうちょっと左に寄せろ。そこを右折しろ。まあ30キロ。で、ここが1。どこか好きなところで停車をしろ。どこか好きなところって言われてもちょっと。とりあえず OK だな。参るんですけどね。そこを左折しろ。ちょっと。ダメだな、やめた方がいい。あ、ハンドルを戻すとフィンカーって切れるんだ。切れるっていうか、まあこのゲームちょっとどうしてウィン左右のどうしても安全なん確認か、しろ。ウインカー切れるタイミングが分からなくて、切れて欲しくないときに、ウインカーがずっと動いてたりするんで。まあ一応、ハンドルが0ポジションっていうんですかね。0ポジションになったらやっぱウインカーが消えるっていうふうになってはいるんですけど。停止してちゃんと安全確認しろよ。でも、まあ今このゲームはですね、左スティックで、まあ左に動かせば、まあ、ちゃんと、左に回ったり、右に、アクセルペダルはゆっくり踏めよ。右にスティックを、左スティックを動かすと、ハンドルが右になったり、ちゃんと、動いてくれるんですけど、実際車で
運転するとなるとハンドルどれぐらい回したか分かんなくなっちゃうんですよね。そこを左折しろ。目視して巻き込みをチェックしろよ。全部回すと1周半、左、例えば左だったら左に全部回す、1周半でしたっけね、1周半回る、1周半くらいだと思ったんですけど、本当に、例えばバック教習とか、縦列駐車とかやってると、どれぐらいハンドル回していいかも分かんない、分かんなくなるんですよね。目視して巻き込みをチェックしろよ。ハンドルを切ってゼロポジションになったかどうかすらちょっと一応感覚で分かるって言うんですけどね。よく教習指導員の人に言われましたね。どれぐらいハンドル切ったか分かってないっていうね。本当に分かんなくなるんですよね。どれぐらいハンドル切って。どこ。まあ、そんなもんだな。ハンドルをいっぱい切って、ハンドルを戻すとき、なんていうんですかね。ゼロポジションって言うんですかね、ちゃんとした位置、感覚で分かるって言うんですけど、本当に感覚で分かんない部分もあってですね、ちょっと戸惑いましたね。まあ、よく教習指導員の人にも注意されましたからね。安全確認はおろそかにするんじゃないぞ。あれ、安全確認、まあそんなもんだな。あれ、丸ボタン出てなくていいよな。ずいぶんムーンウォークってやつですね。巻き込みをチェックしろよ。巻き込みをチェックして、もうちょっと右に寄せろ。この信号待ちしてる時が一番退屈ですね。まあ、89点ぐらいはいってんじゃないですかね。ハンドブレーキを引け。疲れた。まあそれぐらいできて当然だけどな。よし、合格だ。あ、85点か。やっぱ安全確認し忘れたってとこですかね。
疲れ様でした。と言ったところで、ありがとうございました。